はい、どうも、ユッキーでございます。今日はですね、久々にですね、メダカの赤ちゃんをですね、どれだけ成長したか、あれからね、まあ、しばらく経ったんですが、メダカのね、赤ちゃんはわりかし、元気ですが、数匹ですね、毎日2、3匹ですね、なぜか死ぬ現象が起こりましてですね、まあ何なのかちょっとわかりません。うん。で、最近までですね、このサテライトをですね、の、この水の量なんですが、をですね、結構多めにバカバカ出してたんですよ。で、それを、まあいろいろね、ちょっとかなり星になるということで、まあ、ググったところによるとですね、まあ、水量が、まあ、結局のところ、メダカさんが、水流があんまり嫌いなんで、で特に稚魚はね、まあ、かなり、水流がね、まあ、嫌いということでですね、まあ、あんまり流すと、まあ、水流が発生して、まあ余計な体力を使うというねことなんらしいんですよ。それでもうガチで超一滴ぐらいずつ、これぐらいですね、だいたい5秒ぐらいに一滴ぐらいの感覚で、それぐらいにしたんですよ。まあそれでねどうなるかっていうのはちょっとわかりません。でですね、餌は、今まで与えてた餌が、最近ね餌を変えたということで、今まで使ってたのはこの特選、これは須藤の、特選メダカの餌、稚魚用、餌やり容器付きっていうやつね、なんですけど、まあ、メダカ稚魚の、2日から30日までのベビーフードって書いてあるんですけど、まあ、これがかなりね、細かくて、まあ、パウダー状なんですよね。うん。まあ、これにしてもよかったんですけれど、まあ、最近なんか、こちらに変えました。こちらが、稚魚用の殻なしブラインシュニンプ、不要。の殻がないやつね。まあ稚魚用ということでね、まあいろんな稚魚に使えるということで、まあそれがねこちらになります。オレンジ色のね粉末みたいな感じなんですけど、正直言うとこっちの餌の方が、特選の方がね、めちゃくちゃ細かいですね。こっちの方が細かい、ほぼパウダーですね。こっちは、つぶつぶだなーってのはわかるんですけど、こっちの方が若干でかいです。うん。まあ、これをね、与えるようにしたんですけど、で、うん。まあ、そこそこ食ってはいるんですよね。まあ、見る限りだと。うん。で、若干多分成長したとは思うんですよ。何週間経ったかな？1週間、か2週間ぐらい経ったと思うんですけどね。でもね、やっぱりね、1日に2、3匹ここら辺で死んでるんですよね。だいたい隅っこで死んでるんですよ。うん。最初ね、そのね、隅っこで死んでるのが、まあ、エアーが足りてねえのかとか、酸素不足で死んでんのか、まあその可能性があるということで、まあちょっとわかんなかったんですけどね。まあ、多分、まあ、ググったところによると、水流が強すぎて、結局のところ、疲弊してしまって死んでいるという、可能性が非常に高いというね。で、最近このメダカくんたちも、こっちのね、制御のメダカと赤ヒレなんですけれど、俺が近寄ると、餌くれるのかなーみたいな感じで、近寄ってくるようになりましたね。以前はね、なかったんですけど、だいぶ慣れてきたのかなと思います。で、とあるブログによると、この、サテライトの蓋を
つけない方がいいとかいう、記事がありましたんで、まあ一応つけてません。うん。まあそんな感じかな。うん。で、だいたい1日に2回ね、餌は与えているんですが、まあやはり、そこの方に、餌がね、まあ残っちゃうんですよ。で、これをね、まあ豆に通ることもするんですけれど、まあいかんせんこいつらが実に吸い込まれてくるという事態がね、本当は結局メダカの稚魚ってグリーンウォーターで飼うのが一番いいっていう話は聞くんですけど、まあグリーンウォーターを鯉に作ることがちょっとよくわかんなくて、まあ日向に水を出してほっときゃなるとかっていう話は聞くんですけれど、しばらく時間がかかるということでね。うん。結構日数がかかるっつう話が、まあググったらありました。うん。まあ豆に取るしかないのかなと。俺はダイソーのね、灯油スポイトっていうやつがすげえいいんですけど。あれと最近確か、ジェックスのスポイトも買ったんですけど、ぶっちゃけジェックスのやつのと灯油スポイトと比べると、うん、まあダイソーの方がなんか使い勝手っていい気もするんですけど、まあどっちもどっち、逆にダイソーの方がちょっと使いやすいかもわからないですね。うん。うん。まあダイソーの方はね、まあ安いんでね。皆さんね、使ってみてはどうでしょうか。うん。またこれから今からね、まあ餌あげますけど。まあ、大体ね、1日2回ぐらい。まあ、メダカの稚魚はかなり餓死するという話を聞きますんで。メダカの死因の、その稚魚の死因の9割は餓死とかいう話は、まあ、ググったら出てきたんで。はい。うん。まあ、ということで、現在のメダカくんの稚魚は、まあ、大体、体長が、長さがだいたい、1センチ未満だな。だいたい 0.8 センチぐらいですかね。うん、体長 0.8 センチぐらいになって、で、まあ、目視もできるようになってきたんで、目視っていうか、うん、結構でかくなったような気はします。うん。まあ、カメラにもね、ちゃんと映ってますけれどね、これね。うん。結構お腹がね、白くなって、餌がこのお腹に、見えるっていうか、お腹に、そのオレンジ色の粉末がね、何個か見えるんですよね。ということで、あ、やっぱ何匹か死んでんな。1、2、3匹ぐらい死んでますね、なんかね。ここら辺に。まあ、ちょっとわかりませんね。3匹、前に3匹ぐらい死んでんだよな。これがようわからへんねんな。水質の悪化なんか、まあ何なのか、まあ、うん、まだ20匹ぐらいはいるんで、まあ自然淘汰された結果かなと勝手に考えてますね。はい。ということでご視聴ありがとうございました。